さあということで始まりました金曜3時のマイジェネ、キャスターの佐藤です。矢野です。よろしくお願いします。この番組は毎週金曜午後3時からお送りしているトークバラエティ番組です。毎週夢や希望や目標を持って活動している若者の方をゲストにお呼びして現在の活動や将来についてお話を伺っています。さあということで、はい、帰省してたわけですけど、はい、そうですね。どうでした静岡の方は。そうですね、やっぱ暑い、いやでも筑波も暑いんですよね、最近。筑波暑いっすよ。そうなんですよね。どうなんですかね、水道水が美味しかったぐらいしかないですね、感想。あ、それって筑波の水道のことちょっと。まあでも、静岡って、まあ、私が暮らしてる範囲は、本当に車がないと生活できないんで、うんうん、こっち戻ってきて、いや、マジでバスがあって、電車があって、ぴょって東京に出るってめっちゃ便利だなって思いますね、本当に。あ、よかったです。結構、ね、筑波いい町ですか。いい町っすよ、私は大好きですよ結構いい町だと思います。いや、まあ僕はそうですね、家の近くにジムがあるからいい町ですよさすが、今日も筋トレを、ね、してるようで何よりです。毎日筋トレ、毎日筋トレ、あ、趣旨変わっちゃうんで危ない危ない、危ない危ない。ちなみに前回の放送では筑波市じゃなくて、はい、筑波未来市の宮本くんでしたけど。あ、そうですね。どうでした。いやー、やっぱなんか茨城県意外といい県ですね。本当に知らなかったんで、静岡に住んでるとこう東京で一個隔たりがあるっていうか、やっぱ東側のことはね、あんまり知らなかったも、西側のこともあんまり知らなかったんですけど、本当に確実された世界で生きてきたんで、こうしてこう筑波だけじゃなくていろんなところの話を聞けるっていうのがすごい、これ始めてよかったなって思いますね。おお、なるほど。はい、あ、すみません、北海道のことも全然存じ上げてないです。いや、まだ、まあまあ、北海道日本から確実されちょっとそんなこと言わないでくださいよまたね、いろいろお話聞かせていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、筑波市ね、いい町ですから、はい、いい町ですね。まあそんな話になってきたところでね、はい、早速今週のゲストさんをお呼びしたいわけですけど、今週のゲストさんはですね、筑波ライフっていう SNS のアカウントがね、はい、あって、ツイッターとインスタグラムがあるんですけど、じゃあ本日のゲスト紹介したいと思います。筑波ライフの中の人と、筑波どうしますか、ライフさんです、どうぞお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ筑波ライフさん、軽くちょっと自己紹介。筑波市で、筑波市の情報を発信している、高校2年生の筑波ライフと言います。まあ、昨年の4月高校1年生から情報を発信していて、まあ、筑波が大好きです。はい以上、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。生まれた時から筑波市。そうですね、筑波市で生まれて、そこからちょっと1年半くらい福岡に行って、はい、で、まあ、2歳くらいからずっと筑波に住んでます。でも物心ついた頃から筑波ってこと。はい、そうですね。結構意外と私の周りには、ね、いないんで、すごい貴重な。はい、あ、なるほど。我々ほら大学来てから筑波だから、18とか19とかで筑波だから、全然そのなんだろう、筑波市に来て見たものが、あ、筑波市だなとしか思ってないから、うんうんうん、そのさっきもいろいろお話伺ってて、なんかこう今と昔はこんなに違ったんだよみたいなお話がいろいろあったんで、ちょっとお聞きしたいなと思うんですけど、筑波ライフっていうアカウント、どうして始められたとかってあるんですか。まあ僕自身やっぱ筑波市が好きだったから始めたんですけど、その筑波市を好きになったきっかけっていうのは、小学5年生の時にその西武筑波店が閉店してしまったっていうので、こう、まあ、そういう、まあ、いろんなことに私は興味を持つんですけど、まあ、そこでたまたま、ああこれから筑波市はどうなっていくんだろうって思ってから、まあ、いろんな筑波市の商業施設であったりを追うようになっていって、でそこで筑波であれこれっていうブログを見つけたんですね。あ、まあ、ツイッターもやってる、その、まあ、筑波では結構有名な方なんですけど、うん、その筑波であれこれさんであったり、あとはツイッターで、まあ、今はアカウント名が筑波駅前、筑波駅前はこんなところでしたっけ、昔は筑波の中心で明日を売れるっていうツイッターの人がいて、
まあ、それをもう受験期に死ぬほど見てたんですけど YouTube 見ると罪悪感があるんで、まあ、少しはなんか有益そうなその人のツイッターばっかり見てて、でまあその人ですかね、一番大きく影響を与えたのは。それで自分も筑波についてツイッターでつぶやきたいって思って筑波ライフを始めました。なるほど、はい、素敵だ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちなみにあの西武ってどこにあったんですか？西武は今の隣へクレオがあるドピアがある塔ですね。あの筑波駅のいろいろボンボンボンってある一階建ての、はい、隣へのちょっと僕はあんまり筑波駅の近く詳しくないんで、はい、そうです、あの6階、あ、7階建てかな、本当は8階建てなのかな、分かんないです。今はまあ3フロアしか商業スペースはないですけど、ね、うん、そうですね、はい、あそこにありました西武は。え、西武だった頃は7階8階までフルに使ってたんですか？いや、1階から6階までで、多分建物は8階建てなんですけど、多分一番上はあの分かんないですね、事務所だったんですかね、それか、まあ、僕もあんま分かんないですけど、あと1個食品売り場の下にもう1回多分 あるんだと思います。まあ、8階建てって書いてあったので多分8階建てなんですけど、はい、それは惜しい商業施設をなくしてしまった感がすごいなぜひその頃にね来てみたかったなって思いますね。もう前世紀のクレオはまあ見てみたかったなっていうのはあるんですけど、はい、写真が残ってないんですよ ね、 そうですね、 あんまり残ってなくて、だから今回ララガーデンが閉館するんですけど、あ、もうララガーデンの本当にもう普通の人だったら目をつけないようなね場所まで取っておきたいなって思ってます。その反省というか、まあ、僕の反省ではないですけど。そういえばあのツイッターのアカウントの方で、はい、結構ララガーデン登場頻度高いじゃないですか。あ、はい、そのいつだったっけな、多分半年前ぐらいですよね、なんかあれ2月とか3月とかぐらいに、そうですね、あの閉館するのかなみたいな匂わせの、はい、ってる感じのツイートしてたじゃないですか、はい、あれすごいなと思ってて。あ、はい、なんかありがとうございます。閉館するのかなみたいな、だって僕その頃ぐらいに僕ララガーデンの存在を知ったんですよ。あ、なんか僕的には筑波大学の近くにあるでっかいところは家康がトップだったから、はい、ララガーデンあるんだふん、めっちゃツタヤの雰囲気が好きで、あの感じ、はい、おしゃれな感じがすごい好きで、はい、だからいいなと思ってたんですけど、あれ閉館、はい、んみたいになってすごい、え、このアカウントすごくねみたいになったら、本当に公式の方から閉館しますみたいなのが出ちゃって、まあ、あれはそうですね、周りのツイッターの人たちもだいぶつぶやいてて、うんうんうん、っていうのと、まあいろいろあって、あ、閉館するのかなって思ってツイートしたって感じですね。こう筑波界隈みたいなのは、まあ、一応あって、そこで結構情報が行き来してるんでそこからまあ、あ、これネタにいいかもなっていうのは、うん、っていうのはありますね、はい、西武、ララガーデン、なんかこうそういう施設が好きな感じなんですか？あ、そうですね、マイナーな施設というか、こう勢いを失っちゃった施設っていうところにまあこの何か魅力を感じるっていうのはありますね。なるほど、はい、なんか応援したくなっちゃう気持ちというか、うんうんうん、こう昔は栄えてたんだろうなっていうのを想像するのが好きで、まあ、なんでここのモール505で今収録しますけど、モール505もまあ昔気になってきたこととかもありましたね。へえ、確かに、はい、なんかこう、はい、あのシャッター街とまでは言わないけど、ちょっとこう寂れた雰囲気を感じながら歩いてきてますよね。そうですね、ちょっと駅近いのにちょっと残念だなっていうか、う、ね、もうちょっとなんとかならないのかなと思って。土浦駅もねちょっとまあ頑張ってる感じはしますけどそう、結構行政が力を加えてうんうん、うん、自転車の街って言ってやってますよね。へ、ま、結構筑波も土浦も、はい、駅の近くなのにちょっと商業施設が撤退しつつあったりしますよね。そうですね、やっぱ郊外に大型商業施設が、まあ、2000年代に入っていっぱいできちゃったんで、あ、まあ、そこは大きいですね。その、まあ、持ってかれちゃったっていうのもありますし、はい、寂しいですね。どうですか、その商業施設の話をちょっといろいろ聞きたいなと思うんですけど、はい、あのララガーデンのツイートたくさんしてるじゃないですか、はい、そのネタってどっから？ララガーデンのネタはもう本当に何回もすごい頻度でララガーデン行くんで昨日も一昨日も多分5日連続くらいで行ってるんでいや本当にそれくらいで行ってるんで、まあ、やっぱ
こう歩いてて見つけたものとか、まあ、あとは、まあ、いろんな資料があるにはあるわけで、あ、ラガーディンの資料があるんですか。いや、開業当時のプレスリリースとか、この開業当時にどっかのこうメディアが取材したやつとかが残ってるんで、それを見て今も残ってるかっていうのを探してみたり、あとはあれです、うん、結構ありますね。はい、つくば市に関する資料は結構集めて読んでるんで。へえ、どっからそういうのって拾ってくるんですか。はい、あのどうですかね、まあ、あの例えば今よく読んでるつくば建築フォトファイルっていうのがあるんですけど、つくばの建築物をまとめた本みたいな、図鑑みたいな、そういうのはなんか中古のやつをアマゾンで買ったり、あとはこう大きく何かあったなっていう時のつくば司法は取っておいたりっていうのはしてますね。はい、面白そうですね。やってること研究なんだよな、これ。いや本当にすごいなんか大学生からするとなんか研究、いざ研究ってなった時、将来大学にね進学されるってちょっと伺ったんですけど先ほど、はい、って時にかなりそれで培ったスキルっていうのは役立つと思いますね。すごい、それは良かったです、ね。はい、広告とかフロアガイドとかも集めて、まあ、それを見て、あ、じゃあ今あるかなって思って現地に行ってみるみたいな感じですね。あ、なるほど、はい。楽しいですか。楽しいですよ、本当に楽しいんで、はい、へえ、いいですね。あのさっきいろいろ喋ってて、その商業施設が好きっていう趣味がある一方で、他にもいろいろなんか、はい、いろんなこと、そうですね、もういろんなものに興味があるんで、はい、あ、なんかいろいろ喋りますか、はい、ちょっと他の興味あることとかやってることみたいなのがあったらいろいろ聞きたいなと思うんですけど、はい。あ、じゃあまず、じゃあ昔の話なんですけど、はい、昔、まあ、小さい頃、まあ、本当に2歳とか3歳の頃はこう回るものが好きで、回るものっていう、回るもの回転するものですね。あの一番好きだったのが扇風機なんですけど、扇風機、はい、扇風機ですね。扇風機って同じじゃないですか。いや違うんですよ。あ、ごめんなさい。そうなんですよね、全然違うんですよ。あのメーカーによって羽の形とかもね違ったり、うん、あとはもうなんか当時からあのちょっとダサいみたいなものが好きでちょっとダサい扇風機、ちょっとダサいって言ってメーカー名出したら申し訳ないかもないんですけどでももうほらもう古いから、そう、あ、まあ、今はすごいじゃあおしゃれになったんですけど、あのヤマゼンっていう、まあ、大手ですよね、はいはい、まあ、安くてで、もう扇風機の最大手みたいな、うんうん、でも絶妙にダサいみたいな、そこが好きでそうなんだ。そうなんですよ、それが好きで、あの山前の扇風機は誕生日に買ってもらったり、トンプリカ扇風機、はい、もうあとカタログももうもらったりっていうので、まあ、未だに扇風機は好きなんで、カタログはもう年々溜まってて、多分これくらい厚さ的にあるんですけど、あの、はい、ちょっと聞いていいですか。最近羽ないじゃないですか、扇風機。ああ、ダイソンですね。いや、あれは全然あのもう回らないんで、受け付けないです。あんまり興味ないです。じゃあどうですか。はい、そうですね。これもう毎回扇風機の話するとこのダイソンの話が下れるんですけど、あの こういうやつで、はい、なんか適当に風が入ってくるよね。下にファンがねついてるんですけどね、そこから空気を取り込んでらっしゃるんですけど、なんかちょっと違う、はい、ちょっと違いますね。ヤマゼンさんは今すっごいおしゃれになってびっくりします。あの前、はい、引用リツイートで俺の知ってるヤマゼンじゃないってヤマゼンの公式に書いたらデヘヘって返信が来て、はい、そういいですね、まあ、だからそう進化していく過程っていうのを見るの楽しいですね、企業が、まあ、つくば市もそうですね、変化し続けてる街なんで。お、面白いですよね、変化の過程をたどって、はい、ね、過去と現在見比べたりするのって、はい、そうですね。他にもあるんですか。他に、まあ、回るものだったら換気扇とか車のタイヤとかも好きでしたね。換気扇ってほぼ扇風機じゃないんですか。いや、わかんないです。逆なだけですよね。そうですね、逆なだけですよね。流れが逆です、ね。いや、今はもう全然興味ないんでわかんないですけどカタログが残ってたりします。今換気扇こそ今回ってないですからね。そうですね、なんかこう、え、なんかうちのやつは上にこうなんていうのフィルターみたいなのがついてて、はい、ボタンピッと押したら勝手にフワーって
あ、中に、中で回ってるんじゃないですか、フィルターの中で、はい、そういうこと、あ、そういうことだと思います。あ、なるほど、なるほど、はい、見えない。あと他の趣味ですか。他の趣味、まあ何でもありますね。工作とかも好きですね。物を作るっていう、まあ最近はいや、つい最近までスマホを持ってなかったんで、スマホ始めたと同時に筑波大学始めたんで、はい、スマホがない頃はいかに時間を潰すかっていうので、お、まあ、結構物を作ったりそういうことはしましたね。物を作るっていうのはどんな物を作ってたんですか。例えばなんか発泡スチロール、スチロールとかいろんな素材を使ってガチャガチャを、ガチャガチャカプセルトイのガチャガチャを作ったり。そうですね、元美術部だったんで、はい、あ、絵は描かないんですけど、こう何かを作るっていう、そっちの美術部、そっちの美術部というかそういう方向で先生やらせてくれてたんで、はい、へえ、そういう感じですね。ちなみに今って部活とか入ってるんですか。今部活は、まあ、一応入ってて、写真部と地学部ですね。おいや、地学部はもうほぼ行ってませんよ。あ、はい、あの、なんか最初に、いや一応学校入って推薦とか取る場合にっていうのを考えて、まあ地学部になんか席だけ入れとこうみたいな。あ、でその後から写真部、写真好きだから入りたいなって思って、まあ、それを口実に一眼レフカメラを買ってもらうっていう狙いもあったんですけど、でカメラ買ってもらって、あの写真部に入りましたね。同じ学校の人が今外に。あら、ね、気になっちゃいますね。気になっちゃいますね。はい、あ、写真部だから、あのツイッターとかインスタとかに上がってる写真もすごい綺麗なんですね。あ、ありがとうございます。いや、まあ、そうですね、インスタが結構ね、毛色が違いますよね、ツイッターと比べると。あのツイッターは、まあ、情報を届けるっていうのでやってますけど、インスタグラムは、まあ、そのキャラクター性的にも、まあ、写真をみんなに見せたいなっていうので、つくば市中心にこういろんな風景を載せてますね。あの駅の夕日のやつ、 あ、はい、あれはあれめちゃくちゃよく撮りましたね。バスロータリーのやつすごい、すごく好きですね。あれ、ありがとうございます。バスの雰囲気、関鉄バスの雰囲気がすごく趣深くて好きです。あ、なんかバスとか好きなんですか。あ、そんなことはないですけど。そんなことないですか。いや、よく乗ってるんでね、はい、愛着が湧いちゃいました、はい、関鉄バスに、はい、へ、あと、あの部活、うん、こんな、なんかほぼ活動しないような部活に入ってるのは生徒会をやってるからで、生徒会は結構今夢中ですね。なるほど。すごい楽しいんですよ、生徒会は。生徒会って何するんですか。いや、そうなんですよね、何もやって何もやってなさそうです。いやいやいや、すごい全然そんな思ってないですけど。いや、はい、いや結構いろいろやりますよ。例えば、まあ僕はそのパソコンでいろいろデザインするのが好きなんで、こう例えばそのポスターとか作るっていう仕事をしますね、うん、あの初期なんで、一応初期なんで。で、あとは生徒会全体としては、文化祭の運営だったり、うん、あとはまあちょっとずつ決まりを、校則を変えていこうみたいな動きはありますけど。ブラック校則みたいな。いや、ありますよ。 あるんですか、はい、でも言うともう高校取っ手できちゃうんで、それくらいうちの学校だけだよみたいなのがあるんですよ、ね、でもこれ言ったら分かっちゃうみたいな。いや、分かっちゃうと思います。他の学校はぼちぼち廃止になって、うん、もうここら辺の学校だとうちだけだと思いますね。っていうのが一つあったりっていうのを、まあ変えたいっていう、はい、ぜひ頑張ってほしいです。やっぱり行動力ありますよ、ね、いや、思いましたね、すごく、ね、いや、そう、行動力ありそうに見えて結構口だけってとこはあるんで、いや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 、これを先生まで届けなきゃっていうのはあるんですけど、まあそれは来年またそうそう代が変わるんで、うんうん、はい、まあそこで変えたいなって思ってます。お、はい、そうですよね。あと今2年生だから、あと1年は生徒会できますもんね、はい、そうですね。来月に選挙があるんで。あら、はい、また初期ですか今度は。いや、会長ですから、ね、おー、いや、慣れればいいんですけど。え、いるんですか。いや、わかんないです。去年はいたんですよね、去年はこう会長はちゃんと何人か出てて、うんうん、そこから選ぶって感じだったんで、今年は話には聞いてないんですけど、他の人が出るかは。まあ、いたら倒すだけなんで、そうですね。
ただ現職っていうのがマイナスに働くってこともあるんで、今やってるっていうのがあんまり普通の選挙みたいになってますもんね。すごい現職が仕事しないからって。そうなんですよ、仕事 してないと思われちゃってるっていうのも良くなくて、うんうん、そのちゃんと発信ができてないですよね。本当は僕こんな SNS とかやってんだから、あのみんなにこうインスタでも何でも届ければいいんですけど、まあ、なかなかそれも難しいんで、学校側からもこう、まあ、規制されちゃうんで、まあ、SNS なんていうのはやっぱ難しいんで扱いが、はい、すごい生徒会活動が盛んな学校なんだなって思いますね。うちの学校は会長とか副会長とか、はい、その何ですか、必要な人数だけ出て信任投票でしたっけ、うん、いやうちの学校もそう。いや僕も信任投票ですよ。僕も信任投票で入って会長だけは何人か出たって感じ。いや、そう、会長だけでも何人か出てるっていうのがかなり活発なんで、すごく、ね、はい、その流れでこうブラック校則廃止できるといいですね。やっぱそうですね、きっと人気も出るでしょうしね、はい、廃止されたら。そうですね、でも毎年そう言ってできないんで、いやもう多分生徒会だけじゃなくてこう生徒を取り込んでやんなきゃなっていうのは思ってますね、うん、すぜひ、はい、頑張ります。次の年度こそは、はい、はい、頑張ります。なんかあれですね、あの僕が今回ね、あの、はい、Twitter の方で DM をポンって送って追いかけしたわけですけど、あの Twitter とかインスタでは全然わかんないようなところまでめちゃくちゃ行動してて、うんうん、ありがとうございます。今日呼んでよかったなって思って すごく面白かったですね。つくばのこと聞けば大体分かりそうな雰囲気ですよね。あ、いや、まあ商業説ならある程度ないや、そういえば最近あの私北海道出身なんですけど、はい、あの警察署の近くに紅茶紅茶4ですね、できるじゃないですか、はい、どうですか。いや本当に楽しみですね。あのオープンが10月20日ってことで、もうあのその頃にはラダガーデンはないんだなって思うと悲しい。16日にラダガーデンが閉館して4日後にオープンなんで、ちょっとね、まあ、伝えの生まれ変わりみたいなもん、まあ、そうですね、まあはい、そう思います。で、あの、まあ、4日後にオープンするんですけど、まあ、楽しみですけど、まあ、ワンダーグーがどう出るかってことですね。そうですね、ワンダーグーやね、近くのワンダーグーが、まあ、何かしら手こいでしてくるのか、うんうん、どうなのかっていう、どうなんでしょう。まあ、コーチャンフォーの雰囲気が分かんないんで、もしかしたらブランデとタイダヤみたいに、並木のブランデとタイダヤみたいにターゲットが全然違うっていうのもあるかもしれないですけど、まあ、本屋なんで、いや本屋はね厳しいですよね、はい、その価格がね定まってるわけなんで、はい、どうしても規模で、でもそうですね、規模感で勝ちにいっちゃうコーチャンフォー、品揃えでこう差別化を図るしかないですよね、本屋っていうと。そうなんですよね、確かにな。コーチャンフォーはいいですよ皆さん。あ、わかりました、ぜひ行くべき。あの大体何でもあるから、はい、大体何でもある、楽しみにしてます。すごいコーチャンフォーは、もうもうもう北海道民ですから嬉しい。警察署ってどこにあるんですか。え、あの筑波警察署はどこって言えばいいんだろうね、はい、あの大学、あ、そっか、警察署移転しましたもんね。あ、ちょっと忘れてた。ああ、あれあれれれれ、あのそうだ、駅前のがもう流れちゃいました。違う違う、もう警察署の位置は俺はこっち来た時から、チリーの方ですね、国土チリー。そうそう、国土チリーとか。ああ、結構遠い。いやでも天久保とか春日とか近いっすよ。天久保とか春日とかのあたり言うて近いっすよ、結構。あ、そうですか、あんま、ちょっと上の方に行けば、はい、じゃあ頑張って自転車こぎますか。ぜひ行ってください。はい、分かりました。ちょっといわゆる結構話したらいい時間になっちゃったんで、そうですね、そろそろ、あ、そうですか、もう、あのではクイズのコーナーに移りたいと思います。クイズのコーナーですか、はい、ではマイジェネクイズのコーナーに移りたいと思います。これ置いておいてください、まだ最後の、はい、すいませんね。はい、マイジェネクイズのコーナーは、毎週ゲストの方にクイズを出題していただいて、視聴者の皆様や、我々キャスター2人で考えていこうというコーナーになります。というわけでクイズの出題をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、あ、口頭でクイズを出す、はい、はい、お願いします。わかりました。どうしよう、じゃあ何しようかな、ララガーデンのクイズでいきますか。おー、はい、いけるか、行ったことないぞ、ララガーデンのクイズ大丈夫かな、まあ、行ったことないんですか。は、行ったことない、行ったことないと無理ですか。ちょっと厳しいかもですね。いや、行った、このその雰囲気を見たことないと、うん、雰囲気わかります、なんとなく写真見たことは。じゃあ行きましょう、ララガーデンの、
すみません、奈良ガーデン好きすぎてどうぞどうぞ全然奈良ガーデンと何も関係ないです。はい、非公式。はい、じゃあ奈良ガーデンのロゴ分かりますか？あのぐるぐる巻きの、はい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 、あれは何をモチーフに作られたでしょうか？何をモチーフに、はい、まあ、悪者じゃない。え、モチーフ、まあ、何かをイメージして、まあ、悪者なんだろう。こう2つのこう螺旋状のやつが2つ。お、さっき言ってたエスカレーターですか？あ、違います。わかりました。はい、スパイラルエスカレーターのことですね。西部の昔世界で初めてね。はい、世界初のスパイラルエスカレーターではないです。なんだろうな。ぐるぐる回る螺旋 DNA。 え、なんかこうララ川関係、関係ありますね。まあ、関係あります。緑と青じゃないですか。緑と青なんですよ。まあ、それを考えればわかるかもですね。まあ、長年つくば市に住んでれば、ああ、あれですか、市のマークですか？そうですね。やったあれ、あれれれれあれをなんかモチーフにしてるって。ちょっとあのつくば市のマークが全然こう、ちょっと調べよう。パッと来ないんですけど、つくば市のマークは緑とこういう感じの、へえ、カメラ、こんな感じのこんな感じですよね。はい、うん、これ調べていいんですか？収録中にこれ、これですね。あら、はい、なるほどなるほど。はい、これです。結構駅の近くのあの何ですか、歩道の地面とかに貼ってあるんですよ。へー。あとあの TX のエレベーター出て一歩目のとこにこうつくば市のマーク貼ってあったりするんで。めっちゃ見てる。あ、めっちゃ見ました。なんでぜひあの TX のつくば駅行った際には、エレベーターをご利用ください。いや、ちょっとね、わかりました。ちょっとエレベーター乗ってみます。はい、乗ってみてください。へえ、そんな事情があるの。ララガーデンって、まあ、ララポートとか、あ、ララポートだっけ、ララポートとかララガーデンって言って全国に展開されてて、うん、他のところは全部統一のあのロゴなんですよ。あの縦と LALA みたいな、はいはいはい、あの丸っこいなんですけど、ララガーデンだけ、まあ、もう ああいう商業施設の先駆けでできてるんで、まあ、結構初期段階なんですよ、三井の商業施設のララシリーズだと。なんであそこだけロゴが違うんですよね。え、はい、そんななんか市の、ね、市章、はい、みたいなのをこうモチーフにするぐらいのな、そんな施設がなくなっちゃうのめちゃくちゃ寂しいですね。そうなんですよね。ララガーデンはもう大手とは思えないくらい温かみがある施設で、はい、僕がこうお客様の声コーナーみたいなところに適当なことを書くと、はい、要望に応じてくれるんですよ。すごい。 いや、小学5年生くらいの頃にララガーデンの噴水は実は光る仕様だったってこと、なんかイルミネーションができる仕様だったってことにネット見てて気づいて、はいはい、なんかあのその噴水を工事した会社のあのパンフレットに書いてあって、イルミネーション運転もできますみたいなの書いてあって、はい、なんで僕小5で奈良ガーデンのお客様声コーナーのところにあの光らせてくださいって、はい、その時光ってなかった、光ってなかったんですよ。そしたら次の年の春にこう工事してて、そのおじさんに 何やってるんですかって聞いたら、いや、奈良ガーデンさんが今年から噴水光らせるみたいだからライトの交換工事を行ってるんだよって言って、あら、僕が行ったせいでそんな交換工事までしてくれたっていう。え、感動的な話だ。運命じゃん。そうなんですよ。もうララガーデンなんかね、だからそこまでやってくれたララガーデンがなくなっちゃうっていうのは寂しいって。寂しいですね、はい、閉店する前に一回行っとかないと。これはいや、いいですよ。これもまた自転車こいで、自転車こいで行けます。これは絶対に、はい、行ってください。はい、へえ、面白い話を聞いてしまった。お客様の声に応えてくれる。そうですね。あとミストを設置しろって言ったらミスト設置してくれたこともあったし、なんかいいですよ、ララガーデンは。ララガーデンの太客じゃない。いや、わかん、そうですね、はい、じゃあ、はい、いきますか。そうですね。ではマイジェネワードのコーナーに移っていきたいと思います。このコーナーでは、ゲストの方が心に刻んでいる言葉だとか、視聴者の皆さんに届けたいメッセージだとかを1枚の紙にまとめていただこうというコーナーです。というわけでお願いします。はい、これ1枚ペロッとめくって書いてもらう。ララガーデン、ララガーデン、いいですね。行きたくなっちゃう。行きたくなっちゃいますね。ちょっと何があるのかまだ全然知らないんで、
おしゃれなツタヤがあります。おしゃれなツタヤ、いやツタヤの会員じゃないんですよ実は。え実は会員じゃないんですよ。ちょっとカード持ってない。カード持ってない。T ポイントカードですか。はい、持ってないです。D ポイント貯めてました。下に名前書くんですか。あ、書いてもらったらいいですね。ここで字合ってますよね。合ってます。合ってます。はい、大丈夫です。ちょっと怖くなっちゃった。はい、ありがとうございます。書きたようなので、では、発表と お願いいたします。はい、あ、じゃあ私のマイジェネワードは、視野を広くですね。はい、まあ、視野を広くっていうのは、まあ、これは生徒会活動においても、つくばライフの活動においても、これから大切にしたいなって思ってることで、こう同方公演の問題とかあったときに、こう自分が都合のいい方向でしか、自分が物事を見てないなって思って、うん、あと生徒会活動においても例えば文化祭の開催時間も長くしたいって言って僕は今年活動してたんですけど、必ずしも誰もが文化祭が楽しくて長くやりたいわけでもない、そういう意見もあったんで、こういろんな方向から物事を見つめてこういろいろ判断していかなきゃなって最近思いましたね。なんで、まあ、これからの目標は視野を広く、そして、まあ、それから行動に移す、情報を発信していくっていうことですね。はい、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、確かに SNS でじゃかなり多くのフォロワーを抱えてるっていうのを踏まえて、そうですよね。最近気軽にツイートもできなくなっちゃって。自分の意見だけになっちゃうとね。はい、まあ、だからサブアカみたいなのを作って、あっちでブラブラつぶやくんですけど。そうなんですね。はい、ね、引用でね、いろいろね、叩かれちゃう。いや、まあでもそんなこともないですよ。あ、大丈夫です。つくば界隈の、つくば界隈優しい、優しいんで、本当に温かいんで、はい、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。ありがとうございます。知らないつくばをいろいろ知れたんで、いや、すごくいい時間でした。はい、よかったです。すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、というわけで本日のゲストはつくばライフさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。